また今日は奈良県高等学校野球連盟の永井典人会長が河合康晴専務理事と奈良テレビを訪れました。今年は新型コロナウイルスの影響で全国高校野球選手権奈良大会が中止となり、連盟では独自大会をトーナメント方式も視野に入れ検討しています。詳細は19日の理事会で議論される予定で、永井会長は高校3年生には3年間の練習の成果を存分に発揮してほしいと述べました。